小松明から1888年3月25日は、明治時代の日本の実業家、官僚、旧松本藩士、通称、正太郎、サウスケ、豪和、雪岩、熊浜県県知事県行くの県県知事、豊岡県令、東京株式取引所頭取を歴任した。天保13年3月9日、信濃国筑摩郡松本城下に、松本藩位、 小松忠志願の子として生まれる。陽明は金八。半額高志教官に学んだ後、安政五年から半明で、江戸に留学。塩谷当院の教えを受け、文久元年には、陽明学を学ぶため子が勤堂に入門したが、父、伊官が江戸に赴任した、文久二年、家事を司さどるべく帰国した。なお江戸では、長岡藩士、河井津之助の訓導を受けており、 以後信仰を深めることになる。文久3年11月、松代藩の佐久間昭山の門に入り、翌元次元年3月には幕名により、京都に登る死に従ったが、昭山は7月、金門の変直前に暗殺された。その後小松は、江戸に赴き、藩主、松平三則に検索を行ったところ、金門の変後の状況視察を命じられ翌、慶応元年一月に、 再び状況。大木町山上家に帰附しながら、各藩の終戦方と交際し、松本藩終戦方と目されるに至った。三月、情勢を報じるため老中小笠原町行配下の唐津藩士、大野又七郎を伴って帰国。さらに江戸にも出向いている。七月、第二次長州政党のため藩主が宿営する何話に、入って形成観察にあたり、 ついで、芸州地方探偵を命を受け三度広島に渡った、後、翌年九月に京都に戻った。慶応三年三月、松本に帰国すると出布を命じられ、犯罪性逼迫のため当年に予定されていた、参勤の期間軽減を求めて、老中、板倉克樹を、小笠原おさゆきらと交渉。一期の猶予が認められた。大政奉還後の同年十二月には、 江戸滞在中の河合津之助と図って上京。河合は、主君、牧野忠君と共に朝廷をいさめる建白を行ったが用いられず刑を離れ、小松も、母親戦争勃発後の翌年2月に帰国している。松本に帰ると、史跡省南土閣に列せられ、さらに藩から新政府に出資する講師に抜擢。直ちに京都に戻ったものの、ほどなく、講師に代わって、 抗議人が置かれると解任となった。明治2年1月、新政府より、暮らし危険権判事を命じられたが赴任しないまま8月に、免職。ついで新と東京への状況を命じられ、10月に、大学小進むに就任。別当松平義長のもと、小進楠田秀よらと共に、大学規則の立案に尽力し、 規則が成立した明治3年2月には大学大進むに進んだ。しかし、この学生改革は教官及び生徒の反発を受け、学内は混乱。7月に至り別当以下が免職となり、大学本校は閉鎖された。その後小松は12月に、組浜県県知事県育野県県知事に任命され、翌明治4年2月に、組浜に赴任。10月に、 万端農民一揆が起こると鎮圧に当たった。同年11月、第一次府県統合により、久美浜育のほか所見を廃して成立した豊岡県のご礼となり、明治5年3月には県令に進んだが、中央寛会への復帰を望んで7月に上京。10月に、生院の大外市に転じ、歴史課長を務めた。翌明治6年5月、県大内市に進み、 新設された法制課の課長に就任。妙冒と楠田秀代が法制課長兼務となった7月以降は副課長を務めた。同年11月には内務省新設の趣旨伝達と民情視察のため三陸六県に派遣されている。法制課が再任に移管された明治7年2月、参院の二党議官に転任となり、さらに同月、文部大進むに移動。 文部省四等出資を経て、文部大進に再任された後、明治九年九月に退官した。文部省内では明治七年二月に学務局長、四月に正し学事務取扱いとなり、同年九月以降は会計課長を務めた。なお、明治九年一月には、盲教育施設設立を目指して、古川正らが前年に組織した落前会に参加し、 囲碁訓盲委員解説に尽力している。退官後は実業界に転じ、明治11年1月に東京株式取引所設立に参画、初代東取に選出された。翌年1月、渋沢喜作が東取に選ばれると肝入りとなり、明治13年7月に肝入りを辞任した後、明治14年1月に再び東取に選出。以後再選を重ねた。 しかし、明治19年、取引所が所有していた、金緑交際証書の売却益をめぐって、株主と対立。同年10月の臨時総会で、河野戸釜が、頭取に選出され、退任に追い込まれた。このほか、明治15年に、神保銀行の設立に参加。明治19年11月には、両毛鉄道発起人となり、翌明治20年3月、 取締役に選出されている。さらに、同年11月、東京米紹介所頭取に就任したが、翌月に、持病の肺管を再発。明治21年3月25日、東京飯田町の自邸で死去し、ソメイ墓地に葬られた。去年47、没後、郷里の松本新東境内に検証費が建設された。小松の兄弟はに兄アニに姉が溶接しており、父、 遺憾没後は、義定のこれただ、弟の聖一、妹二人が残った。婿養子のこれただは、佐藤春海に学んで医療を継ぎ、聖一は管理、長女はこれただ夫人、次女は一種玄滑ら先夫人となった。小松の精細には子がなかった。根菜との間に一男かずめがあったが男子は溶接したため、これただの次男春さんを婿養子に迎えている。 ありがとうございます。